今日はいろんな絵画技法をたくさん勉強しながら、勉強っていうか絵画技法は普段こう真面目に筆で絵を描いてると忘れてしまいそうになるような子どもの頃の気持ちみたいなものを思い出すためにとっても有効なので、たくさん絵画技法をチャレンジしたいと思います。まずはじめにマーブリング、これはマーブリングデコっていう、もうマーブリングに適したとってもいい、画材がもう販売されているので、私のおすすめはこのマーブリングデコでマーブリングを楽しむっていうのがおすすめです。昔はね、自分で液とかも作って墨流しって言って墨汁で流したりしてたんですけど、今はこのマーブリングデコだといろんな色もあるしとってもおすすめです。では実際にマーブリングのやり方を練習していきましょう。では早速マーブリングをやってみましょう。まずマーブリング水溶液っていうのをパカッと開いて、これね、糊みたいなドロドロドロとしてます。もうマーブリングは本当に2歳とかねぐらいの子供でも楽しんでできるので、ぜひお家でねやってみましょう。あとは水です。ドロドロドロ、これ同じ量ぐらい、まあちょっと水が少なくてもいいのかな、気持ちで泡立てないように優しく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 筆で混ぜます。まあ筆じゃなくても何でもいいと思うんですけどね。優しく優しく、もうちょっとかな。この粘りが表面に絵の具を、まあ、吸い付けるというか貼り付けるような役割をするので、あんまりサラッサラにしちゃうとマーブリングがうまくできないです。こうやってよーく混ぜて、まあ、ちょっと泡立ってしまったけど、なるべく泡を立てないように優しく優しく、ここまでで準備完了です。でこれは筆はもう水で洗えるのでね、洗っとかないと糊でベトベトになります。さあでマーブリングデコに入っているこのマーブリング用絵の具、これよく振ってください。振らないとあんまりいい色が出ません。まあ、全部振らなくてもいいけど、で私はマーブリングするときにおすすめなのが、なんかこう、まあ本当に単純に色遊びをしてもいいんですけど、何かこうイメージをする。例えばアジサイが綺麗だなとか、外の緑が綺麗だなとか、葉っぱがキラキラしてるな、そういうふうにイメージを入れることで、まあ、よりマーブリングにリアリティが出てくるので、何かをこう考えながら、あんな感じ綺麗だなって、そういう気持ちと、もう一個は現象をただ単純に楽しむ、できてきた色を面白いっていう風に進めていく、なんかその交互にね楽しんでいくといいと思います。で早速やります。マーブリングのポイントは、このよく振った絵の具を空からポンポンと落とす、この水面にね。最初は薄く感じますけど、これすっごい濃い色がついてます。私はちょっと空をイメージしたマーブリングをしてみようかな。青色をいろいろ使って、こんな感じ、こんな感じ、綺麗ですよね。これはもう本当に誰がやっても本当に素敵になるので、全然技術とかいりません。で白もね、なんかすごい面白いので効果的に使うといいと思います。
これ何色だろう青っぽい、あ、紫ですね面白いね。これ何色だろう。黒と白はね、私すごいおすすめです。絵がガラッと変わる、絵っていうかね、まあ、マーブリングなんですけど。でこんな風にもう落としていったら、最後にまあやってもやらなくてもいいんですけど、この爪楊枝みたいなやつで、これよ混ぜすぎないようにね、表面を優しく撫でるような感じでイメージを持ちながらね、なんかこうお空の辺な感じだな、雲がこの辺にあって、あんまり混ぜすぎないようにね、あのちっちゃいお子さんだとぐちゃぐちゃってなっちゃうかもしれない、表面をね撫でるように、なんか面白い、雲っぽいな、夜空っぽいな、こうやっていろいろ表現をしていきます。でさらにね、私はねどんどん重ねます。まあこれでも本当にやってみると面白いのでね、皆さん好きなように遊んでみてください。実際に紙に吸い取ってみましょうか。このね、表面に流れた墨流しっていうものを紙に貼り付けて取るっていうのがマーブリングの技法です。これ何の紙でもいいと思うんですけど、あんまり分厚い水彩紙とかだとちょっとね、にじんだり、まあそれが逆に面白かったりするんですけど、普通の画用紙とかスケッチブックの紙とか、こういうペラッと取れるスケッチブックの紙なんかがおすすめです。ちょっと大きいので切りますね、はい、でまず真上からポトンと落とします。5秒、1、2、3、4、5秒待って、で対角線上に指を入れて斜め斜め真上に引き上げます。綺麗に取れてるかな。ちょっとだけこのマーブリングの液を落ちるとこまで落とします。はい、くるっと、お、綺麗、こんな感じです。これがマーブリングという技法です。じゃあ次は2枚目いきます。私はなんか葉っぱを窓から葉っぱが見えるので葉っぱをイメージしてね、緑を作ってみました。これね、色を混ぜることもできます。これらの色を、まあ、チューって中に入れて混ぜた色でね、こうやって楽しむこともできます。もう本当に適当、イメージした木漏れ日とかなんか綺麗だな、でもあっ緑の葉っぱのなんかキラキラした感じをね、ちょっと作ってみたいなと。さっきの色とかが染みて出てたりするんですけど、そんなんもう本当にお構いなしでね、いいと思いますよ。あ、もうこれで綺麗ですね。ちょっと早めに取ってもう1枚連続でやりましょう。あ、これちょっとだけ大きい。もうね、いいって思ったらその瞬間、例えばマーブリングってこう秒待つだけでも表情が変わってっちゃうんですよね。だからその瞬間って思った時にパッてこう
収めるといいですよ。斜め対角線上に手を入れて真上に引き上げる。で、トントントン。さあ、くるっとしますよ。くる、あ、綺麗。すごい。じゃあもう一枚、もう連続で取っちゃいましょう。めっちゃ綺麗ですね。調子に乗ってどんどんいきます。 大人も楽しいっていうか、大人が楽しい。もしお子さんとやる場合でも大人の方がハマっちゃうっていうのがこのマーブリングです。でも、まあ普段例えばデッサンとかを知っている人ほどなんですけど、まああとはね、会社で勤めてていろんなパソコンとか作業してる人、なんかこういうふうに単純に遊ぶことって色とかで本当に大人になると少なくなるので、まあ私たち美術家はもちろんのこと、なんかこう右脳のね、リフレッシュみたいなものも兼ねてやるといいと思います。休日の趣味に ぜひマーブリングを 入れてあげてください。さっきとちょっと違う感じで、もう一個技法をちょっと使ってみましょう。混色でやってみましょうか。こうやって、まあ紙の上に、紙の上じゃない 絵皿の上にね、絵の具を混ぜて、筆を使います。混ぜてください、こうやって。でグレーみたいな色とかね、こういう、まあ、黒みたいな色とか、ちょっと言ってしまえば汚い感じの色が出ます。マーブリングについてる絵の具って綺麗すぎて鮮やかにね、こういう風になっちゃう場合が多いので、あえてね、このちょっと変な色を作ってあげて、ポンポンポンと飛ばします。そうするとね、変な色ができてきます。このね、変な色が自然界ではとっても大事。綺麗な色ばっかりじゃないんですよね。変な不思議な色がいっぱい自然界にはあって、これを作っておくことで後の貼り絵がまた変わってきますよ。じゃあ撮ってみましょうか。このね、紙を撮る間にもマーブリングが変化してしまうので、あ、もうちょい、ちょいちょっと。変な色をね。こう一瞬、なんだこれ、汚って思うかもしれないんですけど、そういう変な色にこそなんかリアリティが隠れてたり、あ、こんなとこに使えるっていうものがあったりするので、やってみてください。まあ自分の感覚の外から感動を引き寄せるっていう作業だと思うんですよ、絵画技法って。自分の内側にあるものだけでね、ものづくりをすると限りがあるんですけど、表現っていうのは。こうやって外にあるものの力を借りて表現をしてあげるっていうのは、すごくね、リフレッシュになります。ほら、面白い。こんな感じです。ぐちょんぐちょんですけど、どうしよう、もう一個ぐらいやってみようかな。じゃあ最後、よし。じゃあまた汚い色から綺麗な色まで。この絵の具はもう混ぜちゃってもね、いいと思いますよ。白を効果的に使ってあげる。白は余白にもなるのでね。次は
もうとことん綺麗な色でお花畑みたいなイメージでやってみましょうか。でもなんかこうスパイスを入れたい、そんな時に汚い色がやっぱり私はどうしてもこのね変な色入れたくなりますね。これは仕方ないのかな。自然の色ってどんな色だろうってね、いつも観察してるんですけど、自分が思う色じゃないんですよね。真っ黄色なものってないし、真っピンクなものもないし、抹茶色なものもなくって、なんかこう混ざってるんですよね。その混ざり合いみたいなものをこのマーブリングで表現します。これ最後ね、対角線上に指を入れて引き上げる。これが最後にしましょう。うわー、綺麗な予感。はい。うわー、すごい。思ったより派手派手になりました。これでマーブリングという技法おしまいです。